はいどうっ パブって J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで、今回は必然進化月間裏割レということでございましてですね、やっていこうと思っております。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、9月のですね振り返り動画となっておりますね。この画像はですね、サムネイル出しているのは川崎戦の、えー、シーンでございますね。対川崎戦、多分今年、今年ですか、えーまあ、今年でもいいか、今年一番印象的ないいゲームだったんじゃないか。まあ、9月だけに限らずですけどもね、えー、そんなゲームがあった9月の J リーグ中心ですけども、ね、特にルバンカップは、まあ、あんまり触れてはいかないんですけども、リーグ、J リーグ中心にやっていこうと思っておりますよろしくお願いいたしますということでございましてです、ね、ご覧のとおり、このチャンネルは J リーグ浦和レッドそして、QC、えー、でやっておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします、そしてサブチャンネルの方でラジオもやっておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますということでございまして、まずやっていきましょう。で、今日動画の最後の方ですね、ちょっと動画の最後の方で、10月のまあ補強シリーズということでございまして、そこの宣伝、まあ、どういう風うなまあ動画にしていうか、そこら辺の宣伝的なものをですね、 やっってていこうと思補強に関するお話も最後、えー、していこうと思っておりますのでどうか最後までよろしくお願いしますということでございましてじゃあまず内容を見ていきましょうかね、えー、9月の成績ということでございまして、まあ、こちらリーグ戦にはなりますけども、えー、対横浜 FC2 対0そしてセレッソ・オスワカに2対0そしてこの間ですね FC 東京には2対1の勝利ということになりまして、まあ、9月はご覧の通り3試合連続で一応です、ね、複数得点を取っているわけでございますそして失点も1そしてまあ下書いてあります けれどもこれ、えー、ルヴァン,、ね、ンカップの川崎戦含めると公式戦は3勝、2分け無敗でございますね。これは本当、えー、明るい9月になったんじゃないかと思います。本当本格的に主力、新戦力ですね、えー。新戦力、主力としてプレーし始めた9月でございます。まあ、ショルツも酒井宏樹も、えーまあ、プレーはしていたんですけども、ようやく本格的にこう、えー、コンディションが上がってきたのはこの9月に入ってからということでございまして、この、えー、素晴らしい成績、この新戦力、平野選手もそうです。 せそうなんですけどいろんな選手がようやく浦和レッになじんで、まあ、ようやくというかすぐにほんと馴染んでしまったんですけれども力を出してくれたそんな9月だったかと思いますけれどもね。はい そしてもうちょっと、えー、具体的に見ていくとやっぱりこちら、えー、新戦力躍動の9月ということでございましてやっぱりこう補強の成功を、えー、実感しましたね。まあ、坂があんだけ点、ね、に絡むとは、そしてショルツがあんだけしっかり守ってしかも攻め上がってきくれるとは、そして、えー、坂井裕樹あんだけ、まあ、攻守に躍動してくれると,と、そして平野は、ね、もうこう中盤ボランチの役割しっかり果たしてくれていてこの間、まあ、坂井裕樹のゴールもアシストしているこの平野選手でございます。 新戦力躍動の9月であるんですけどもう1人僕は待っております木下選手でございますねどうしてもです浦和式ゼロトップが大成功ということでございましてエ餌が小泉を横に並べるツートップゼロトップどっちとも言えるシステムではあるんですけどもこのゼロトップシステムが現在大成功しておりまして控えにユンカー選手がいるわけでございますねベンチのセンターフォワードはユンカー選手がいるわけでございますねゼロトップシステムでありますので控えのセンターフォワード 1> 1枚ででいい話になってくるんですよねこれがまあ最初から1トップ、えー、採用しているのであればまあ、ユンカーの控えが必要だよねってなるんですけれどもそもそもスタートのシステムは、まあ、立ち位置ですけれどもねそこがまあゼロトップ式ということでございましてセンターフォワードがそもそも必要ない、えー、スターティングメンバーになっておりますので控えにフォワードセンターフォワード2人は運不要ということになっていましてだからまあユンカーが控えで。 ユンカーが控えに言うということは、もう一人、木下選手もベンチ以外、そして、さらに残念なことに、まあ、コロキ選手もベンチ以外になってしまう、これはまあシステム上、なかなかに難しい、本、ま、当、あ、えー、ゼロトップシステムが、まあ、このなんですかね、うまくいってるからこそ、えー、木下、コロキもベンチに入れていないという状況でございますので、まあ、そこから木下選手、早かって来てほしいと思います。必ずですね、まあ、このユンカーにしてもそうなんですけど、センターフォワードの選手の活躍が求められるときは必ず来ますので、僕はそう期待したいと思いますけれどもね、はい、そして、えー、カップ戦タイトルは現実的にということでございまして、まあ 過去のコメントってて書いているんですけどもね僕が多分6月か7月ぐらいに、ねまあ、この今の調子であればまあこれルヴァンカップとか、まあ、天皇杯もそうですけどもねこれカップ戦の決勝が行われる頃には、ね、チームこれもうすごい状態になっているんじゃないかしらワオみたいな話を、ね、6月か7月に、えー、しているんですけどその時にですね、まあ、いくつか1人じゃありません何人かの方からですねまだまだそんなタイトルなんてもう ACN もからんのにタイトルなんてそんなそんなみたいな本当に、ね、いつの間にか裏和れてサポーターの方 と言いますかすかでね本当に、えー、なってしまったんですけれどもいやいや、これいけんじゃねえかっ僕は本当にこれ、えー、現実的になってきたと本当に思いますね、まあ、決勝進出、ルヴァンカップは決勝進出はこれはもう、ね、硬いって言ったら完全にフラグになってしまうんですけれども、まあえー、セレッソ大阪ということで、まあ、この間2対0で勝っているチームでございます、まあ、もちろんですね油断対的ではあるんですけれども、これは本当、なんだ現実的、超現実的に考えるならばやっぱりこうあ僕はあると思っているんですけれども、しかし、まあえー、分かりません。本当分かんんないんですけど 本当にこんなにワクワクする秋は久しぶりでございますけどもね。はい、そして、えー、次こちら10月の日程を見ていきましょうと。まあ、この10月の日程ですね、この、えー、10月の日程を確認した後にちょっと、まあ、次回以降の最初に言った10月からの、えー、シリーズ動画は全、ねまあ、チーム j はやるんですけど補強に関するお話し、そしてまあそれ以外の補強に関するちょっといくつかお話しを、えー、していこうと思っておりますけどもまず、えー、10月の日程じゃ軽く見ていくと、まあ、結構意外と試合が多いんですよね。こうやって見ると、まあ、10月2日ですね次が、えー、大切な大切なヴィッセル神戸戦で ございまますね、まあえー、水曜日ね水曜日にヴィッセル神戸はゲームをしておりますので、まだ中2日で、えー、神戸は裏とやらんといかんという話でございまして、裏からしたらこれ追い風吹いてるよねって話でございますね。そして、えー、ここからルバンカップですね。ここも代表ウィークですね。まあ、明日ですね。だからこれ明日っていうか、この動画が上がるのが火曜日の予定でございます。本日火曜日。まあ本日ではないんですけど、一応え動画上、本日火曜日。まあ多分この動画が上がる頃には日本代表発表されていると思いますが、さこの日本代表に酒井宏 おそらく呼ばれるであろうそしてまあ江坂とか秋元とかもなかなかにこれはという話でございましてま浦、あ、和からですね何人呼ばれるか分かりませんが呼ばれた選手は残念ながらルヴァンカップは出れませんよという話になってきますのでそこのメンバー選考、非常にそういう意味では気になりますけどもね。はいそして 10月の16日、いいガンバ大阪戦ということでございますね。そして10月22日に、えー、柏レイソル。これが金銭でしたかね。これが多分、金、え、銭、ー、でございますね。そしてなんかこのレイソルの横だけタイって書いてありますけども、あまり気にせず行きましょう。そして10月27日にガンバ大阪というのは天皇杯があるわけでございますが、これ多分ですよ。僕の勝手な憶測であるんですけども、ルヴァンカップに浦和レッズが決勝進出した場合は、おそらくこれ、10月27日はないんじゃないかと思っております。っていうのも11月にですね一応 天皇杯の予備日っていうのが入ってるわけでございいまますよ、ねまあ、いろんな都合でちょっとこの日天皇杯できないよね、まあ、それこそ台風とかいろんな影響でできないよねときのための、えー、予備日が11月にあるんですけれどもおそらくこれ浦和レッズが決勝に行くとちょっとやっぱりコンディションの面でよろしくな、ね、いこれはやっぱり対戦相手次第では浦和がフリーになるちゅう話でございましてですねそうなるとやっぱりこう、えー、天皇杯ずらす可能性ありますのでこれ10月27日は浦和レッズがまあ決勝に行くとするとルバンカップ決勝に行くとなればまあこれ、えー ににななるんじゃないかと個人的にはですすけどもね、えー、思ってておりますそして10月30日でルヴァンカップ決勝ですねこれはもう,、えー、もう予定に入っておりますねこれ完全に僕のカレンダーの中には、えー、10月30日30日ルヴァンカップの決勝入っておりますので、まあ、だから今月10月はですね1、2、3、4、5、6、7試合ですね。ねしかも最後、カップ戦、まあ、ここ取りましょうって話でございますね。ねこれ言うとフラグになるのであんまり言わない方がいいのかもしれませんけども、しかしまあルヴァンカップの決勝は僕の中でいや予定に入っておりますので、頑張って応援したいと思います。けどもね、はい、そしてまあ最初から 入ってるまあ補強の話ですね、まあ、こちら、一応サムネイル出しております、まあ、サムネイルは作っているんですけどもね、ねまだ収録はしておりません、まだ収録はしていないんですけど、補強戦略裏和へということでございまして、まあ、ちょっと気になる文言がち,ょっとちらっと後ろに入っているんですけども、一応これ、J1 全チーム、20チームですね、やっていく、その中の浦和列編の文言でございますけども、まあ、サムネの下の方に書いているんですけども、補強に出遅れる可能性、そしてすべては ACL 次第ということでございまして、じゃあ、ここについてちょっとだけですね、まあ、ちら見せじゃないですけどもね、 店じゃないんですけど少しお話をしておきましょうという話でございましてまあ、動く来シーズンへということでございます。でまあ まあ9月の末から10月に戦力外通告ということでございましたこれちょっと悲しいお話にはなってくるんですけどもね、ねまあ、えまだシーズン終わんの2か月後じゃんちいう話で、そんなもう早く戦力外通告、まあえー、契約更新しませんという話は出るのかちいう話になってきますけども、出ますという話でございます、これは現実的な話ですね、これはまあ9月末から大体10月の頭には、まあえー、契約更新結びませんとかそういう話はえ出てきます、そして大体1月中には正式なオファーが来る方もいます、これはだからわかりません。 チームまあそれによって違ってくるんですまあだからこうなんだろうなまぁ、あえー、契約更新しませんというのもまた、あ、もこれ大枠いろんなね枠があると思います例えばもう acl に行くのであればちょっと選手枠、えー、確保しておきたいなってなると 来シーズンのことも考えて残すかもしれませんちう枠と、それとも,、まあ、もう来シーズンどういうレギュレーション、まあ、ACL があろうとなかろうこと、今年でちょっと契約は、えー、満了にしましょう、ちょっと、ね、他のチーム探してくださいみたいな、えー、選手もいると僕は思っているんですよ。だからこう、ね、いろんな枠があると思います。一概にですねこれも、えー、9月の末とか10月から全員が全員契約します、契約しませんとかそういう話ではないと思います。多分、この早い選手ですね。早い選手で9月末とか10月の頭から始まるちゅう話でございますね。そしてまあ途中ででももったたんですけどもね、ま、だいたい、えー10月 10月には大抵、まあ、来年あなたが欲しいですみたいなそういう具体的なオファーが発展する。まあ 例えば浦和レッズがオファーを出したりこの選手欲しいですよねオファーを大体出し始めるのが、えー、10月でございますこれはあの森脇選手ですね森脇選手が広島から浦和に来るときには10月の下旬中旬から下旬ぐらいだったからにはオファーがあった広島の方にオファーが届いていたという話が、えー、出ておりますこれ森脇選手が本人がまあ YouTube の方で言われてはいるんでまあこれは確実な話と思いますだからまあそういうことでいうと選手のこれ入,れ替えに入れ替えについてこれも始まっているという話でございますねそして ACL 争いのマイナス点ということでございましてこれ なかなか難しいところであるんですけどもやっぱり北極に動きにくい地いうのはあります例えばこれ川崎とかマリノスであればもう ACL はもうほぼほぼ来年確定ということでございまして動きやすいんですよね特にマリノスは今年と違って枠が増えますまあ、今年は ACL 出ていないので何人か今よりも 保有すすすすることががででききまま非常に動きやすいという話でございますが3位以下はですね名古屋グランパスとか浦和レッドとかヴィッセル神戸とかえサガントスに関しましては来季のこの契約の保有枠,ですね保有枠が ACL によって変わるということでございましてなかなかに動きづらくなるこれはもう本当間違いないかと思います例えばこれ何年か前に鹿島アントラーズが ACL に向けてえ大量の選手獲得しましたで杉岡選手とか獲得したんですけども結局プレーオフで敗れてしまってそのまま予暇戦力を抱えてしまうみたいなこともありましたそうなると ななかなかにこれ選手編成のとか難しくなってこれね獲得はしたんだけどもしかし、まあなかなか使うところがないみたいなこともえあるわけでございますね逆に ACL のこの本戦まで出るとこれターンオーバーとかの要因でまあえ使っていけるんですけどもま ACL があるかないかで結構この選手編成のところはえ変わってくるわけでございますねだからまあえ取ったはいいけども ACL に向けても10月からバン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 選手を確保しましたしかし ACL にえ出ることできませんでしたどうやって使っていくのみたいなことになりかね ないのでこれが、えー、なかなか本、ね、当難しいですしこれがだから逆にオファーを受ける選手もそうですよね ACL があれば自分ももしかしたらターンオーバーとしても、まあ、何にせよ、えーまあ、試合に出る可能性はある、まあ、今浦和レッズなかなか試合に出る状況ではないんですけれどもしかし今 ACL があることによって自分も、えー、この出場する機会が増えるかもしれませんなら行こうって方もいるかもしれませんけど ACL 出るか分かんないのであればちょっと今の裏は強いからねちょっと出場機会がみたいなまあ来年ワールドカップもありますからねまあ来年ワールドカップがあることを考えるとまあそういう選手が いてもおかしくないとといいととうことでございましてなかなかオファーが出しづらいし出された選手も受けづらいみたいな、えー、状況があるのでここは今悩みどころだからこそ早く ACU の出場権を決めてほしいという話でございますねそして、だからこの辺の話は10月から始まる、まあ、新シリーズという話でございます結構ね思ったよりも話しすぎてしまった感があるんですけど、まあ、10月からの,この新シリーズに関しましては具体的にこ,の選手こういう選手取ったらいいよねとかこの選手欲しいよねとか具体的に名前を挙げておりますのでよかったら見ていてくださいという話でございますね。 はいえー、と以上になりますなんか補強の話で最後終わってしまったんですけれども、えー、10月もさっきも言った通り、結構試合が組まれております、そしてウルバンカップ決勝もありますので、そこ、本当、タイトルに向けて大事,な大事な10月になってきます、本当、頑張って、えー、応援していきましょう。ということで、パルプンデジサッカーチャンネルの寿司でしたよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さらっ